九州大会出場をかけた準決勝。第2試合は両スタンドが大応援団で埋まりました。体育祭の振り替休日でお休みです。やっぱりもう勝ち進んだので、もう応援したいなって思う気持ちが強くて、頑張って勝ち進んでください。共に声援が飛び交う中、黎明は1回ツーアウトながらランナーを2塁に置いて、1年生4番谷口の一振りで幸先よく先制すると、2回にも2番荒木が2点タイムリーツーベース。序盤に黎明が3点をリードします。リードをもらった黎明のマウンドはエースの柳井。今大会2完封1完投の2失点と県を代表する本格右腕は、この日も上々のピッチング。鶴丸打線に対して4回まで1人のランナーも許しません。対する鶴丸のエース松下も3回以降は粘りの投球。ランナーこそ背負いますが、味方の守備にも助けられながら、中盤以降黎明打線をゼロに抑えます。その松下がこの試合初めて黎明を3人で抑えた直後の8回、鶴丸は先頭の7番毛利が2塁打を放ち、チャンスを作ると、その後ツーアウトになりながらも1番の1年生向原がセンター前へとタイムリーヒット、1点を返します。しかし9回、黎明の好投手柳井を前に2者続けて倒れ、これでツーアウト。しかしこの場面から5番柏が選んでフォアボール、続くキャプテンの寺内はデッドボールで出塁し、ツーアウトながら同点のランナーまで出します。ここで打席は先ほど長打の7番毛利。弾き返すライトの頭、越える、超えた超えた超えた、ランナー1人帰ってくる、そしてキャプテン寺内帰ってきた。9回表7番毛利同点の2点タイムリースリーベース。それでも9回裏、黎明はキャプテン藤本がレフトの頭を越える長打でサヨナラのチャンスを作ると、5番川端。最後の最後まで1点を争った試合は、黎明が劇的なサヨナラ勝利で九州大会出場。鶴丸は37年ぶりの県大会の決勝の舞台まであとわずかに届きませんでしたが、球場からは大声援で称えられました。やっぱりこう悔しいっていう気持ちが大きいんですけど、まあ、最終回こうみんなつないでつないでつないで同点に落ち着いたってところは、まあ、本当にキャプテンとしてすごい嬉しいですし、まあ、チームにとってもすごい大きなことだったんじゃないかなと思います。まあ、本当に僕たちの分までじゃないですけど、こう九州大会で勝って、まあ、甲子園目指して頑張ってほしいなと思います。味方の援護もありましたし、本当に 今のところは本当にいい感じで投げれてます。まずはベスト4に入って、まあ、選抜出場っていうのはありますけど、まあ、でも、まあ、優勝目指し、やるからには優勝目指して一戦一戦やっていきたいと思います。準決勝第1試合は仙台商工が夏の甲子園ベスト4の神村学園と対戦。試合は1回、仙台商工がこの回ヒット3本を集め、5番ひじくろのタイムリーで1点を先制します。しかし強打の神村学園がその後毎回得点で11得点を挙げ逆転。2期ぶり24回目の九州大会出場を決めました。熱戦を繰り広げた4校の皆さん、本当にお疲れ様でした。そして神村学園、黎明の両校の皆さんは九州大会活躍を期待しています。決勝はあさって13日午前10時から鴨池市民球場で行われます。この試合も KKB の動画配信アプリカプリで実況生中継いたします。